さあ第2クォーター開始です。攻守方向を入れ替えまして愛知、画面向かって右から左に攻める格好になります。愛知相手陣35ヤードからファーストダウン10。さあ外へ展開しましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどのプレー、フラッグ飛びましたが反則は発生しておりません。プレーは正式に成立しております。クォーターバックが投じましたパスをワイドレシーバー4番見事キャッチし、タックル受けながらセカンドエフォートで約6ヤードのゲインとしています。見事なキャッチアンドランしましたのは愛知ゴールデンイングス4番の高橋。愛知相手陣29ヤードからセカンドダウン4。これはトライサーズナイスカバー。再び右に展開した4番へのパスでした。しかしこれはトライサーズディフェンス、11番でしょうか、素晴らしい対応をしまして1ヤードロスに変えております。素晴らしい対応でしたのはトライサーズの11番の伊藤、そして脇に座りましたのが17番の酒井でした。愛知サーダン5、ボールオンは相手陣30ヤード。さあ、クォーターバックパスを投じようとしましたがスクランブル。緊急発進のランプレーを展開しました。しかしトライサーズ見事にカバーしておりまして防いだかと思いましたが、ギリギリのところで攻撃権更新です。ナイスラン、ファーストラン、素晴らしい判断で攻撃権更新を渡しましたが、愛知ゴールデンウィングスクォーターバック7番の長浜、見事な老快なステップでこの状況を打開し攻撃権継続を果たしております。愛知ゴールデンウィングス相手陣24ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。愛知前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは愛知、ここでは制限時間内にプレーができないとコーチ陣判断しまして、ここでタイムアウトを取りました。チーム全体を落ち着かせる意味もあります。タイムアウト解けまして試合再開となります。愛知相手陣24ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのプレーを入れた。ランニングバック38番タックル受けながらセカンドエフォートで粘り約4ヤードのゲイン。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。見事なランを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス38番の神戸、ディフェンスライン兼任のその素晴らしい体力を生かしまして4ヤードゲインを果たしております。
大会となります。愛知相手陣20ヤードからセカンダウン6、さあここはしかしトライサーズがナイスディフェンス、トリッキーなフォーメーションで再びディフェンスを散らして左方向へのランプレーを展開しましたが、これは素晴らしい対応をしました。トライサーズ37番と17番、このランプレーをなんとか3ヤードのゲインでとどめております。失礼しました、4ヤードのゲインとなっています。愛知サーダウン2、ボールオンは相手陣16ヤード、これはトライサーズナイスディフェンス、この距離を38番の突破によりまして獲得しようとしました愛知、しかしこれはトライサーズ55番粘りまして、このランプレーを1ヤードロスに変えております。愛知フォースダウンとなります。素晴らしい粘りを見せました。タックルを決めたのはトライサーズ55番の上田。愛知フォーメーションを変えましてフィールドゴートライ、キックによる3点を狙います。キックレングス、27ヤード。キック成功。3点追加。愛知ゴールデンウィングス6点。トライサーズ0点。着実にフィールドゴールで得点を重ねております愛知。トライサーズ現在はまだ突破口を見出せておりませんが、ディフェンス奮闘は続いております。さあ突破口になりますビッグプレーをトライサーズ、この攻撃を秘めることができるでしょうか。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。トライサーズ2番がリターン、さあかわしている、相手ディフェンス殺到する中、これを見事にかわしなして自陣25ヤードを超えた時点で攻撃権を置いております。素晴らしいステップでこのリターンを決めましたのはリターナー2番の大畑。攻撃権トライスターズに変わります。トライスターズ自陣27ヤードからファーストダウン10、ナイスラン、ファーストダウン、ランニングバック22番、カウンタープレーを見事決め左をフタックルを突破、相手ディフェンスの裏をかいて見事攻撃権更新です。トライサーズファーさん、素晴らしいラン決めましたが、ランニングバック22番の高橋。さあまず一つ目の攻撃権更新を渡しましたトライサーズ、ボールオン自陣41ヤードからの攻撃に入ります。トライサーズファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック21番、右に展開した11番にパスを投じましたが、このパスは不成功、パス失敗でセカンドダウンに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。
前半第2クォーターも残り5分というところで現在ウォーターブレイクとなっています。愛知ゴールデンウィングスが着実にフィールドゴールでその得点を重ねておりますが、しかしその差はまだタッチダウンの7点、ワンポゼッションの差までには至っておりません。トライサーズもまだ十分にその状況を打開できるまだ状況にあります。この試合は X2、6チーム、X3、全13チーム、全19チームの共同企画によりまして実現しております。現在画面上に映し出された様々な企業様、そして個人様のお名前はその企画にご賛同いただけた方々のお名前です。皆様のご厚情大変ありがとうございます。そのご期待に添えられるようできる限り全力を尽くしていく選手たちの所存、そしてそのプレーをぜひご堪能ください。試合再開となります。トライサーズ自陣41ヤードからセカンドダウン10。さあ今度もカウンタープレーを展開しました。今度は右方向にカウンター決めまして、ランニング枠22番、ディフェンス殺到する中その裏をかいくぐるように約8ヤードのゲイン。キャリア22番高島、ここで素晴らしいランを重ねて状況打開を図っております。トライサーズ自陣48ヤードからサーダウン3に訂正します。トライサーズサーダウン3、さあまだいってる、ナイスゲイン、ナイスゲイン、ファースター。ここでクォーターバック21番は外に展開したレシーバーにパスを通しまして、そのレシーバーキャッチアンドランで見事にゲインして攻撃権更新です。トライサーズファースター。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。本日のこの高温多湿の状況は人工芝のフィールドでは大きく影響を及ぼしております。後半におきましてその状況が双方のダメージになってくると思われますので、早いこの早期の段階で状況を好転させたいトライサーズ、そして逃げ切りたい愛知ゴールデンウィングスです。しかし素晴らしいキャッチアンドランでした。ワイドレシーバー18番勝山の素晴らしいプレーでした。さあトライサーズ勢いに乗っております。相手陣24ヤードの位置からのトライサーズファーストダウン10。さあここでサインミスが発生したようです。クォーターバック、ランニングバックに手渡せず、なんとかそれを自らの総力で打開を図りましたが、結果約3ヤードロスとなっております。トライサーズセカンドダウン13、ボールオンは相手陣27ヤード。
パス成功。ここでクォーターバック21番パスプレーを投じました。左に展開したワイドレシーバー18番にパスを通しまして約5ヤードのゲイン。18番勝山、ここは空中戦の起点となりましてチームを鼓舞しております。トレサーズサーダン8。さあここでクォーターバックキープを展開しました。パスを投じると見せかけクォーターバック21番の総力で左オープン突破を図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。ここでホイッスル。トライサーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。さあこの前半終了間際になりましてトライサーズが非常に攻撃うまく展開させておりまして、相手陣深いところまで攻め込んでおりますが、その攻撃フォースダウンに入ったところでここでトライサーズがタイムアウトを取っております。この最後の攻撃権をトライサーズはどのように生かすでしょうか。この配信は X26 チーム、 X313 チーム、全19チームの共同企画によりまして実現しております。現在画面に映し出された様々な企業様、そして個人様のそのご記者によりましてこの配信は成り立っております。企画は現在も続いております。この YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL がございます。その意ございます方々はぜひご協賛をよろしくお願い申し上げます。試合再開となります。トライサーズフォースダウン8フィールドゴールトライ、キックレングス40ヤードのロングフィールドゴール、これに13番中塚が挑みます。キック成功、3点獲得。この非常に距離がありますフィールドゴールを見事に中塚決めまして、トライスターズ3点返しまして、トライスターズ3点、愛知ゴールデンウィングス6点、その差3点に詰めました。見事この距離のフィールドゴールを決めましたのはトレイサーズ13番の中塚。森宮医療大学出身のプレイヤー、大学時代高校時代学生時代にはアメリカンフットボールを全く経験していない選手です。しかし素晴らしいフィールドゴールを決めました。かたや東海学生でも伝説と名乗られた名キッカー、そして全くの無名アメリカンフットボール自体が X リーグからの体験のプレイヤー、共にそのフィールドゴールを決めまして、キックの共演でこの試合幕が開いております。その得点を挙げましたトライサーズのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは先ほどフィールドゴール決めました13番の中塚。愛知リターンに入ります。さあスピードに乗って左オープンに展開、リターナー30番、自陣25ヤードを超えた地点からの攻撃を得ております。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトに入っております。
さまざまチャット欄にさまざまな方々からメッセージありがとうございます。ミューミー株式会社様、山田司選手が出ておられないようだということでメッセージありますが、山田選手現在名簿の方ちょっと確認しておりますが、山田選手は、愛知の選手ですね。74番を本日はつけているようです。74番の選手にぜひご注目ください。エナジン様、吉田いけるぞ。TK 様、吉田と山田に期待ですというメッセージがあります。こちらもおそらく、愛知ゴールデンウィングスのプレイヤーのことですね。ぜひトライサーズからも応援メッセージをお願いしたいと思います。選手への激励のメッセージよろしくお願いいたします。さあ前半の残り時間1分34秒でトライ愛知ゴールデンウィングスの攻撃。愛知再び左にラインを飛ばした形のトリッキーなワイドタックルフォーメーションを取っております。さあその右側に展開、右側に散っておりましたレシーバーへのパスを投じました。クォーターバック7番ワイドレシーバー86番にパスを通しまして約6ヤードのゲイン。レシーバーがキャッチしたと外へ出たため、ここで一旦時計が止まっておりました。従いまして前半残り時間は1分26秒となっています。愛知セカンドダウン4、ボールオン自陣33ヤード。前半残り時間は1分26秒。パス不成功。今度は左にラインマンを飛ばしているサイドへのパスでした。11番これをキャッチアンドラン戦としておりましたが、そのパスを11番キャッチミス、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。愛知サードダウン4、さあこのパスはパス不成功です。ターゲット86番にパスを投じましたが、このパスはわずかにショートしておりパス不成功となっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに愛知変わります。ターゲット86番が山田、先ほど応援メッセージにありました吉田選手はワイドレシーバー11番の吉田、ターゲット86番の山田、この両レシーバーのことを指していたと思われます。しかしここでは残念ながらその期待に応えられずフォースダウンとなったようです。ここでホイッスル。愛知前半2回目のタイムアウトをここで取ります。この企画は X26 チーム、X3 ベスト全13チーム、計19チームによります共同企画によって実現しております。多くの企業様、そして多くの個人様のご協賛を得まして、この企画は成り立っております。まだこの企画、現在も継続しております。YouTube 説明概要欄にありますショッピングカートの URL、こちらの方をご参考いただきまして、そのご同意いただけます方は、ぜひご協賛よろしくお願い申し上げます。タイムアウトを解けまして試合再開となります。愛知フォースダウン4、パンプフォーメーションを選択します。このパントはトライスターズ陣31ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。
前半残り時間1分4秒、トライスターズ自陣31ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、まずランプレーによって突破を図りました。キャリアは34番の伊橋、チーム代表でもあります。しかしこれは愛知のディフェンス集まりよく1ヤードロス。ランプレーですとボールを持った選手が中で倒れますと時計は回り続けます。ニューリー様、本日はナンバー変更があった模様です。当初の協会にありました登録番号とは異なり、本日は74番をつけておられるようです。トレッサーズセカンドダウン11。さあ、ミスアサイメントがありましたが、クォーターバック自らボールを抑えております。約5ヤードロスに変わりました。トレッサーズサーダウン16。ここで前半終了となりました。前半終了しまして、愛知ゴールデンウィングス6点、トライサーズ3点、愛知3点リードで前半戦終了となりました。